ね、実態は席はまだあるんですよ。やっぱ落ちて自信なくしてる人も多いと思うんですけど、大手企業ほど採用荒いですからね。6、7月はちょっと大変だと思うんですけど、うん、そこをやめずにグッとやった方がもう絶対いいですよ、うん。どうも、しゅんです。こんにちは。今回は6月1日就活解禁ということで、ニュースであったりとかいろんなメディアで解禁されてやばいみたいな風潮が3月1日と同様に増えてきて、結構焦ってしまう学生さんも多いと思うんですよね。内定率がまだ全体としても高くないですし、内定まだ持ってない人も多くいると思うんですよね。でそれでも全然焦らないでほしいなっていうメッセージを込めてこの動画を撮ってます。6月1日就活解禁ということで、やっぱり焦ってしまう学生多いと思うんですけど、焦った方がいいんですかね。まず、はい、大企業を狙うっていう学生さんだったら、まあ、それは焦った方がいいですね。なんでかというと、もう大企業ちょっと早めにもう山が来ちゃってるの で、ね、6月1日っていうのもまあまあ有名無実じゃないですか、はい、きちっと守ってる大企業さんももちろんいるんですけど、経団連にいるような企業さんとかだと、はい、終わりかけっちゃ終わりかけなので、そこにどうしても入りたいっていう人は焦った方がいいと思うんですけど、はい、ただ大企業って全部の企業の中でも 1% にももちろん満たないんですよね。 0. 何パーセントの企業で、普通は 99.9% 中小企業なわけで、はい、ね、皆さんがよく知ってるような会社とかでも、規模感で言ったら200人300人のね、いわゆる中小企業の中に入ってくるようなところもいっぱいあって、その中にすごい面白い会社とかいい会社っていっぱいあるので、そういう会社も自分の就職先として考えるんだったら、まだまだ時間的には大丈夫ですね。むしろこの6月1日っていうのは、採用のことちゃんと分かってる会社だったら、はい、大手の落ちた学生さんたちが退去して出てくるっていう、そういうことですね。そういう風に見てるんです。だから採用に力を入れてるところは、人を大事にしたりとかね、いい会社多いんですけど、あるいは成長企業だったりとか、そういうところが退去して大手落ち組を待ち構えてるんですね、うん。で大手の企業でいっぱい落ちて自信なくしてる人も多いと思うんですけど、大手企業ほど採用荒いですからね。だいたい倍率100倍とかっていうのがもう普通なので、一人取るのに100人の中から選ぶんで、最初はざっくり分けるわけですよね。もうなんかよく分かんなかったら落とすみたいなね、はい、だから大手で落ちたからって言ってダメな人っていう感じは全然ないんですよ。じゃあもう6月以降の直近2ヶ月とかは、学生からしても結構狙い目の時期ってことですね。そうです、そうです。むしろ企業側もこの2ヶ月間っていうのが、例えがね、はい、悪いんでちょっと嫌かもしれないですけど、漁をする時期としては一番こういい魚がうわ来るみたいな、そうなんだ風に見えてる。なぜかというと、それまでは大企業にみんな目がいってるんで、はい、例えば中小企業とかベンチャーとかでいい会社でもちょっと後回しにするじゃないですか。そうですね、後回しにするから、大企業はまだ採用活動をガーッとやってる段階で労力をガーッと入れてもね、効果がちょっと薄いんですよね、うん、だから力を貯めて力を貯めて、ようやく大企業終わったと、よし行くぜっていうのが今なんですよね。へー、はい、そういう点では6月1日になってもまだ内定ないっていうのは焦る必要はなくて、ここの2ヶ月頑張れば全然納得のいく就職活動をできるっていうことですね。可能性は高いと思いますね、うん。ただね、もうおそらく8月とかになってくると、お盆もあったり夏休みになったりとか、はい、次の年のねインターンとかねやったりとかするでしょ、ね、となってくると、やっぱり企業の採用活動っていうのはなくなっていくので、大企業終わったらちょっと一息つきたいっていうところだと思うんですよ。おっしゃる通りですね、はい、それね、息継ぎしちゃダメで、6、7まで行って息継ぎで、まあ、例えば就職留年するなり、はい、それ以降になってくるとね、もうまあ急ぐ必要もなくて、あとはもう3月まで採用活動しますみたいな企業も残ってるんでね、はい、ゆっくり探せばいいと思うんですよね、うん。でも6、7月は息継ぎせずにちょっと大変だと思うんですけど、うん、そこをやめずにグッとやった方がもう絶対いいですね、うん。はい、あ、そうなんですね、はい、説得力あるわ。採用枠も全体としても減ってるじゃないですか。でもそこでめげずに、やめずに頑張るっていうことですね。それはね、マスコミとかも悪いところがあって、今年ってもうまた氷河期再来かとか言ってたじゃないですか、はい、結局蓋開けてみたらね、去年と変わんないんですよ。新卒の求人倍率って去年の日だと 1.53 とかだったんですけど、はい、今年 1.50 なんですよね、はい、まあ、まあほぼ一緒ですよ。飲食店とかみたいなところが取れなくなったりする、航空とかね、やめてますよね、うん。でも IT とか、まあ、デリバリーとか運輸とかね、取るようになってきたりとかして、2割減って2割上がって、6割はまあほとんど変わんない、うん。パナソニックさんとかも900人も同じように取るとかって言って、うん、結局ね、だから変わんないんですよね。でそれなのに弱気来るぞって言ったんで、学生さんの活動量がすごい上がったんですよ、うん。コロナ以前とかだと、だいたい年に10社ぐらい受けたらいいとこだったのが、20社30社受けてるんですよね。ならどんな状況が起こるか、求人の枠は減らない、
で求人者数も減らないですよね。だけど活動量が2倍3倍になると1企業から見た時に応募者がね下手するとね2倍3倍になってるんですよ。あ、そういうことなんですね。特に大手だとそういう傾向が多くて、だからさっき大手は雑な採用してるって、これ別に悪口言ってるわけじゃなくてせざるを得ないんですよね、うんうん、だってさっき100倍が普通だって言ってるんですけど、今年はもしかしたら200倍300倍だったかもしれないですね。でそうするとざっくりまずはフレームをかけないとダメじゃないですか。だから今年は大企業さらに落ちやすかったんです。だからまあ今みたいな状況になってんじゃないかなと思うんですけど、実態は席はまだあるんですよ、はい、1.5 倍もあるわけですから皆さんの。確かに。だから全然売り手市場ですよ、まだまだ。いやすごい心強い。一人当たりに受けてる会社数が増えてるだけで実態の席は余ってるっていうのはなんか本質だと思うので、うん、そこを見てもうやり続けるしかないんだなって思いました、ね、だから、ね、マッチングされてないだけであるんですよね、はい、だからいっぱい落ちるともう席がないんじゃないかって思うかもしれないんですけど、そんなことは絶対ないので、はい、内定承諾をする人も増えてくると思うんですけど、はい、不安だから内定承諾、まあ、して終わるかっていう人もいると思うんですよね、うんうんうん、これから6月7月って採用枠がまだ余ってるから、うんうん、一回やり切った方がいいなって今お話聞いて思ったんですけど、うんうん、沢さんどう思われますか。今のところが何か悩みがあるんだったらそれやり切った方がいいですよね、うん、多分ね内定承諾を待ってくださいっていう話をすると内定なくなるんじゃないかとかっていう風に悩む方もいると思うんですよ。でもものすごい取りたい人だったら他のところもまだ受けたいので待ってくださいって言われた時に、うん、あ、じゃあ内定やめとくわってならないですよ。それがなくて、あ、じゃあいいやって言われるってことはどういうことかっていうと、採用基準のボーダーラインギリで受かってるってこと。どういうことは何かというと、うん、ギリで入るって結構きついんですよね。入社後に大手企業に入ったとしますと、ね、で100人ぐらいの中で100番目だとするじゃないですか、はい、もちろん花形部署から、まあ、そうじゃないところまで会社の中で現実的にあるわけですよ、うん、ありますね、はい、ほんなら100番目の人に回ってくる配属先ってどうですか。余ってるやつですね。余ってるやつというか、まあ、入れとくかみたいな感じだったりとかしたりもしますし、全然自分の意向が通らないような配属になる可能性だってあるし。確かにそうですね、で今特に大企業とかだったりとかすると結構ね早いうちからマーキングするんですよね。最初から目つけて新卒の時からこいつはちょっと特急コースみたいな、こいつはあの急行、リアルだなっていう風になったりするわけですよ。でそれは採用時の評価っていうのがもちろん関係してくるわけですよね。っていうことを考えるとちょっと戻りますけど、はい、内定を待ってくれって言った時の対応っていうのにそれがある種現れる。そういう意味で言うと迷ってるんだったらもちろんやりきった方がいい。そこででも今持ってる内定はっていうのがじゃあいいわって言われた時の責任は持てないんで、これはもう自己判断でやってほしいんですけど、はい、あの僕が思うのはギリでボーダー上だから入ってくれてもいいよぐらいの感じのところに入るよりも、ぜひ君に来てほしいっていうところに入った方が多分いい仕事を回ってくるし、育成しようというふうに思ってくれるし、そうなるとね、はい、結局引き上げられるスピードも速いんですよ。そうですね、チャンスが来やすい環境になるってことですね。もう大企業の、ね、山場が終わって疲れてもう疲労困憊って人も多いかもしれないんですけれども、あと2ヶ月だけ我慢していただいて続けて就職活動をやった方がですねいいと思います。6月7月これからの成長企業の採用意欲の高い人にかける思いの強い会社っていうのがバンバン出てきます。まだそこをこちら側から見てると席埋まってませんので、諦めずに頑張っていただけると後悔のない就職活動できると思いますんでですね、ラスト2ヶ月とだと思ってね頑張ってください。もちろん2ヶ月終わってもねまだまだチャンスありますけれども、今が頑張り時なのでぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。これから就職活動する方にも長期的な視点の話が聞けたので参考にしていただけたらなと思います。どうしても就活だけに特化するとやっぱ入社後のこととか全く考えなくなると思うので、今の話を参考にしていただけたらなと思います。沢さんの SNS 等は下の概要欄に貼ってあるので、沢さんの会社の新卒採用も下の概要欄に貼ってあるのでよかったら覗いてみてください。ということで本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。皆さん頑張ってください。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。